ォーカーヘッジホックォーカーヘッジホックはォーカーエアクラフト製の航空機、偵察機として開発された3人乗りの服用機であり、1機が製造されるにとまった。ヘッジホックはイギリス空軍省の要求使用37、22に応じて1923年に開発が開始され、翌年初飛行した。乗員はパイロット、オブザーバー、重衆の3名であり、 機体は、同世代の航空機と同様に木製の構造に、布張りであった。ブリストルジュピター法空冷星型エンジン1機で、機種の木製2枚羽根のプロペラを駆動した。武装は前方に固定式の0.303口径、ビッカース機銃1丁、後方にスカーフリング式銃座に取り付けられた0.303口径ルイス機銃1丁であった。 主脚は車輪に変えて車輪付きのフロートとすることで、水蒸気としての運用も可能とされていた。主翼は折りたたみが可能で、翼腹を16フィート7インチ半まで縮めることが可能であった。試験は成功理に終わったが、飛行テストが終了した時点で計画自体がキャンセルされた。これはヘッジホックの性能が既存の偵察機であるアブロバイソンとブラックバーンブラックバーンを 更新するには不十分なものであることによるものであった。結果、製造数は一気に止まっている。競合機ブラックバーンエアデールも同様の評価であり、フェアリー・フェレットは関心を持たれなかった。メイソン、フランシス・警報ホーカーエア・クラフトシンス1920、ロンドン、プトナム1991、ISBN-085177-8399、 113から115ページ、ありがとうございます。